皆さんこんにちは、梶由紀子です。今日はですね、3月17日いよいよ当日になりました。私のあの YouTube ライブがね、今日は放送の日になっております。本当はあのスタジオで観覧できるイベントだったんですけれども、新型コロナウイルスの影響で今回は月1の放送を配信で皆さんにお届けしていきたいなと思います。このコロナウイルスの自粛要請がね、あのしっかり終わりましたら、またあのスタジオでの観覧も、再びね、もちろん始めていきますし、皆さんとね、あの月一度のワンマンライブみたいな時間を作っていけたらという、考えでやってますので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。あとね、今日あの番組でちょっとあのお知らせもありまして、こうやって毎日皆さんにメッセージをお届けしているんですけれども、 YouTube ライブの方からもね、皆さんにお知らせがありますので、ぜひ、今日の21時ですね、 YouTube の私の梶由紀子 YouTube オフィシャルチャンネルの方から、ご覧いただくことできますので、ぜひ9時からご覧ください。私もあのコメント欄でね、皆さんとその時間に同時に参加してコミュニケーションを取りたいなと思ってますので、ぜひ楽しみに見てください。今日はね、これを買ってきました。今このコロナウイルスの影響でローソンのね、ホットミルクが半額で買えるという企画が20日までかな、やってるということで、私もちょっと参加しようと思って買ってきたんですけど、すごい結構いっぱい入ってますね。しかもこうフォームミルクというか、こう泡が、いい感じです。味もすごいやっぱりまろやかで美味しいです。もともと牛乳は好きなんですけれども、こう久しぶりにホットミルクっていう形でこう飲むと美味しいですね。皆さんもぜひあのこのみんなでね、苦しい時期乗り越えようということで、こうローソンさんがやってらっしゃるキャンペーンだと思うので、参加してみてください。それでは今日は、まあ、ミルクつながりといいますか、私あのチョコレートが自分がすごく好きで、牛乳とねチョコレートっていう組み合わせも結構好きなんですよ。ちっちゃい頃とか、今もやるんですけれども、まさにこのホットミルクとこうチョコを一緒に食べて、口の中でこうココアを作るみたいなね感覚で食べたりとかする時もあります。それでは今日はチョコレートっていう曲をお届けします。聴いてください。いつもカバンにこっそり潜ませてるのは大好きな甘いチョコレパンにこっそり潜ませてるのは大好きな甘いチョコレート。悲しいことがあった時も、君に会えない時も元気だよ。私の心を埋めてくれる。 Thank you.
レートをお届けしました。こんな時だからできることということでスタートしたこの企画なんですけれども、この企画で私のことを、知っていただいた方もいるかと思います。コロナウイルスの、影響でイベントが今自粛になっているんですけれども、ぜひまたライブで皆さんに笑顔でお会いすることができたらと思っています。5月からは私のツアーもスタートしますので、その情報も SNS やホームページでチェックしてくださいね。それでは今日はこの辺で、バイバイ。梶ゆき子でした。